いつ渡そうか迷ったんだけど。うちにミサンガ、カフェの雑貨コーナーで見つけて。ねえ翼、つけて。仲のいい友達に見えるんじゃ。違う、そうじゃない。俺は冬木さんのことを。来週からいなくなるから、ごめんね。うち海外留学するんだ。海外留学？うん、翼に会うまでのうちってマジ適当っていうかノリだけって感じでさ、初めての土地でテンパりながらも頑張ってる姿とか、スキーも勉強も彼に対しても真正面から向き合って気持ちに寄り添ってくれる。来た時だってそうやって目を輝かせて純粋。うちも頑張らなくちゃって変わらなきゃって思ったんだよね。ってさ、始業式の日に今日のサプライズ思いついたんだ。楽しんでくれ。